クレーモア作戦は、第二次世界大戦中、ブリティッシュコマンドスによるノルウェーのロフォーテン諸島への奇襲作戦。ロフォーテン諸島は、ドイツの軍需産業で使われる魚油とグリセリンの産地として知られていた。上陸は1941年3月4日、第3コマンド部隊と第4コマンド部隊、陸軍工兵隊の分隊、そしてノルウェー海軍52名によって行われた。 イギリス海軍の第六駆逐隊と人員輸かん二隻の援護の下、上陸作戦は抵抗を受けずに成功した。計画ではドイツ軍との接触を避けながらドイツ支配下の工場に最大限のダメージを与えることだったがこれも成功し魚油の工場及び3600トンの魚油とグリセリンが破壊された。イギリスは 艦砲射撃で1万8000トンの海上輸送中の資源を沈めたが一番大きい成果はドイツの武装トロールセンクレブスから奪ったエニグマ暗号機とコードブックだったこの手がかりを得たことでイギリスはブレッチリーパークでドイツ海軍の暗号を解読し U ボートの行動を予測できた作戦の損害では イギリス側は一人の兵士が誤って、リボルバーで自らを傷つけただけの一方、ドイツ側は228人のドイツ人が捕虜、さらに314人のノルウェー志願者と首スリング政権の協力者数人の損害を出した。作戦の評価は、イギリスとノルウェーとで違った。イギリスでは、ウィンストン・チャーチルと特殊作戦執行部が、ドイツの大軍を、 ノルウェー占領に国付きにしたとして、作戦を成功とみなした。一方、マルティン・リンゲなど作戦に関わった、ノルウェー人は、そのような奇襲の価値を疑問視していた。クレーモア作戦の後、ノルウェーではノルウェー第一独立中隊が設立された。イギリス海外派遣軍が1940年に、ダンケルクで撤退して以来、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルはドイツに損害を与えつつ、 イギリスの戦意を高揚させる部隊の創設を提唱していた。チャーチルは参謀本部に対しドイツに占領されているヨーロッパへの攻撃を提案するよう要求し、さらに作戦は特殊訓練を受けたハンターのような部隊で実行し、敵の海岸を恐怖に陥れるようにすると注文をつけた。当時参謀本部の職員であったダドリー・クラーク、 陸軍中佐はすでに陸軍参謀総長のジョン・ディル大将に同じような提案をしていた。ディルはチャーチルの目的を指してクラークの提案を採用した。3週間後、コマンド部隊初の奇襲攻撃であるカラー作戦が行われ、フランス北部に奇襲上陸したが、ドイツ軍の情報を得られず、ドイツの配備を破壊できたわけでもなく、唯一の成果はドイツ将兵二人の殺害だった。 ロホーテ天諸島の一コマンドスは合同作戦司令部に直属した。最初に合同作戦司令部司令官として選ばれたのは第一次世界大戦中にガリポリの戦いやゼーブルフヘ襲撃に参加したサーロジャー・キース海軍大将である。1940年、コマンド部隊への志願兵が募られた。志願兵はイギリスの中流軍及び独立部隊の隊員に限られた。 1940年11月、これらの志願兵は JC ヘイドン順将率いる4個大大規模の特殊任務旅団に再編成された。1940年秋までに2000人以上の志願兵が集まり、この特殊任務旅団は12個部隊による編成となり、コマンドスと呼ばれるようになる。カラー作戦の失敗を経て、コマンド部隊の初の大規模な奇襲目標は、北極圏内で、 イギリスから900マイルとほど近い露方点、諸島であった。諸島に到着すると、奇襲部隊は4つの小さな港で上陸し、魚油工場を破壊する。工場で生産される魚油はドイツに運ばれ、そこで火薬用のグリセリンを抽出される。コマンド部隊は、第6駆逐軍のトライバル級駆逐艦4隻と L 級駆逐艦1隻に護衛される。 不評揚陸船2隻で島まで移動した。第6駆逐隊のソマリキ州の総指揮官は LHK ハミルトン海軍少将であった。イギリス海軍の任務は上陸軍を安全に諸島まで運び、そして戻ってくることだった。諸島に滞在する間はドイツ船やドイツのための運輸をしているノルウェー船を破壊や打破し、上陸軍の支援として艦砲射撃をする。 作戦に参加する艦隊は、C ・キャスロン大佐率いる第6駆逐軍と不評用陸戦2隻であった。上陸軍は、J.C. ヘイドン准将率いる特殊任務旅団から派遣されたジョン・ダンフォード・スレーター、少佐率いる第3コマンド部隊と D.S. リスター中佐率いる第4コマンド部隊の兵士だった。支援として、H.M. ターナー少尉率いる陸軍工兵隊、 第55中隊とマルティン・リンゲ隊員率いるノルウェー軍52名が与えられた。上陸軍の任務は、スタムスンド、ヘニングスバール、スボルバール、ブレテスネスの港にある、魚油工場を破壊し、ドイツ中流軍を攻撃してあわよくばその人員を捕虜にすることだった。またクビスリングの支持者に遭遇した場合は捕らえ、それ以外のノルウェー人には、 一緒に来て自由ノルウェー軍に参加するよう勧誘する方針が決定された。軍は1941年2月21日からオークニー諸島のスカパフローに集結し始め3月1日の真夜中に出発するまで1週間ほど止まった。スボルバールとブレテスネスに上陸する第4コマンド部隊はクイーンエマに乗りスタムスンドとヘニングスバールに上陸する第3コマンド部隊は プリンセス・ベアトリックスに乗った。航兵とノルウェー軍は分散して、両方の船に乗った。コマンド部隊がスカパフローに一週間止まったのは、上陸用の連絡船と、教習上陸用集艇をより熟知するためであった。海軍の砲艦射撃中に問題になりそうなことも、討議された。例えば、浅瀬により艦隊は岸から1マイルまでのところしか、近づけないので、 コマンド部隊自身も上陸艦から援護射撃することが決定した。また、敵艦隊がいる場合、自軍の艦隊が一時離れなければならないことに備える計画が立てられた。例えば、補給が来ない可能性を鑑みて、コマンド部隊は48時間陸上で耐えられるよう量職を十分取った。魚油のタンクが炎上しているのを見ている。 ブリティッシュコマンドリベルのコードネームで知られている海軍部隊はスカパフローを離れフェロー諸島へ向かった3月1日19時にスクラフィオルファーで停泊して5時間かかって燃料を補給した後北極海へ向かった真夜中でも航行を続けたのはドイツの紹介戦などを避けるためである続いて進路を東に変更してノルウェーに向かい朝4時の少し前に ロホーテン諸島に到着した。ベストフィオルデンに侵入した海軍は公海島がついていることに驚いた。ノルウェー側が全く警戒していないことを示していたためだった。作戦の計画では6時30分に全軍が同時に上陸する予定だったが、軍が諸島に到着すると真っ暗の中での上陸を強いられないよう計画を15分遅らせた。 上陸軍が実際に上陸した時間は6時50分だった。上陸した後の作戦も妨害されず順調に行われた。唯一の反撃はドイツの武装トローラークレブスによるソマリへの4回の砲撃のみであり、クレブスもすぐに撃沈された。さらに多くの商船が撃沈され、その荷物は1万8000トンに上る。炎上しているオイルタンク。 リージョンからスタムスンドに上陸した軍が、ロ露テンタラに詰め工場を破壊したほか、ヘニングスバールでは2棟、スボルバールでは13棟が破壊され、合計では3600トンの魚油とグリセリンが焼却された。ドイツ海軍は7人、ドイツ陸軍は3人、ドイツ空軍は15人、親衛隊は2人が捕虜になり、これに、商船の船員147人と民間人4人が、 加わり合計228人が捕虜になった。奇襲の一番大きい成果は攻撃され沈没しそうになったクレブスから奪ったエニグマ暗号機とコードブックだった。この手がかりを得たことでイギリスはブレッチリーパークでドイツ海軍の暗号を解読し U ボートの行動を予測できた。13時にはプリンセスベアトリックスとクイーンエーマがイギリスにいる自由、ノルウェー軍に加入したい。 志願兵300人を連れて撤収した。クレーモア作戦は第二次世界大戦中ノルウェーに対し12回行われたコマンド奇襲の初回であった。奇襲が行われるごとにドイツは中流軍の人数を増やしていき、1944年には37万に膨れ上がった。一方、 イギリスの不評一個師団の人数は1944年時点では18,347人であった。この作戦に参加した第3コマンド部隊と第4コマンド部隊は後に1944年6月のノルマンディ上陸作戦に参加する第1特殊任務旅団に編入された。ありがとうございます。